杉並区高円寺北に住む80代の女性がキャッシュカードを騙し取られる特殊詐欺の被害に遭いました。今月20日、区役所の職員をかたる者から医療費の還付金があります。今日中に手続きをしていただければ還付金を受けられます。手続きのために銀行員が自宅に行きますので、振込先の銀行名、口座番号、暗証番号を教えてくださいと電話がありました。女性が相手に番号などを答えたところ、その後自宅に銀行員を名乗る者が現れ、キャッシュカードを確認する機械を車に積んでいます。カードを確認してすぐに戻りますので、用紙を記入しておいてくださいなどと言って渡したキャッシュカードを持ち去り、口座からおよそ50万円が引き出されてしまいました。今回の手口はキャッシュカード詐欺盗と呼ばれるもので、犯人がカードを確認しますなどと嘘の手続きを説明して目を離した隙にカードを盗み取るというものです。警察官や銀行員などが自宅を訪問してキャッシュカードの提示を求めたり、暗証番号を聞いたりすることはありません。少しでも怪しいと思ったら一人で悩まず、必ず家族や警察に相談してください。